100キロ、これから6日間かけて、安全第一で、無事皆さんがゴールできるように、頑張っていきたいと思います。オーストラリアから来てもらったみたいで、ようこそ島へね。 Welcome to Japan from Australia. どうぞありがとうございます。はい、はい、はい、どうぞ。八戸に向かって諦めないで頑張ってます。体力を続く限り頑張ってゴールしたいと思います。 We love coming to Japan because people make us so friendly and welcoming. ありがとうございます。はい、3年前ですかね、ケアンズ・トゥ・カルンバっていう780キロを1週間で走るっていうチャリティーイベント、バイクイベントがあって、それに参加したんですね。絶対日本でできたらいいなと思って立ち上げたのがこの鹿八、鹿島という八戸ですね。もうやるんだったらもう東北しかないだろうと、まず行くことに意義があるだろうなというふうに思って、行くことによって宿にも泊まりますし、ご飯も食べますし、お酒も飲みますし、お土産も買いますし、少しだけども経済的効果もあるかなとか。震災の後ですね、訪れてみたいとは思っていたんですが、で、まあ、こういうイベントを通してその土地に、まあ、なんていうんですかね、ある意味公式にというか、個人だとどうしても、まあ、興味本位になってしまうんではないかなというのがありまして、こういういい機会があったので、訪れて実際の姿を見て、どのように復興がされているのか、あとやはり亡くなった方が大勢いらっしゃるので、少しでも合唱していきたいなって思います。